どうも、この丸です。きいたろです。じゃあ今日は BMSG のガールズグループオーディションノーノーガールズのスペシャルトークが公開されたので、そちらの話をしていきます。で今回は、社長とチャんミナさんの、まあ、トークっていうことで、めっちゃ面白かったね。ね前はさ、ソロインタビューのさ、なんかやつだったよね。社長は社長、スカイハイスカイハイで、その、チャんミナさん、チャんミナさんっていう感じだったよね。対談じゃなかったよね、前ね。あ、そうかも。 個人の組み合わせだったねなんかサムネとかも。そう。そうそうそう。だけどさ、今回初めて会いましたみたいなさ。<laughs> そんなわけじゃないんだけど。<laughs> <う>初めて会ってないやろ。初めてじゃないやろ。<laughs> 超仲いいから。え <laughs>、わかる。あのさ、みながとかさ、社長が言うみなが、みなはとかさ、あと、その、ちゃんみなさんが言うみっくんがっていうやつとか、うん、<laughs> その仲いいと思って。ね本当に仲いいやつじゃん。本当に仲いいやつ。すごいよね。うん、そう。 なんかその感じのナチュラルな感じの関係性も見えてよかったよね。うん、そうそう。なんかさ、ちなみにさ、うちらもさ、こうやって聞いたらこのままでやってるけど、なんかうちらもちょっとあだ名で実はさ、普段は本当のさ、 うん、プライベートは割と普通にあだ名で呼んでるけど、なんか、全然さ、それで名前推測できんあだ名だよね、うちらお互い <laughs> そうな、そうな。うちらさ、<laughs> そう、お互い全然本名推測できんあだ名で呼んでるよね。<laughs> そう。でもなんか、なんかこう、うっかり言っちゃうときあって、うわーってなるよね。<laughs> でも別にバレるわけじゃないそう,<対>うバレるわけじゃないけど、編集ではちゃんとカットするんで。<laughs> そう、うわーってごめんごめんとか言って。<laughs> そう。 ちなみに俺さ、その、小名丸から言われてる本当のあだ名は、もう小名丸にしか言われんからね。そうだよね。<laughs> 私しか言ってないもんね、うん。そう。そう。だからなんか面白いよね。うん。うん <laughs> まあでもこの二人はそのみっくんとみなっていうね。う,ん,うん。なんかすごいね。なんかすごいさ、もうなんか今やもう大物同士っていうかさ、すごいカリスマ性のある二人だけど、二人が呼び合うのはみっくん、みな、みたいな。うん。なんかちょっとね、そういうさ、少女漫画あってもね、<laughs> 良さそうな。みっくんとみなの <laughs>。<laughs> でやっぱり二人ともさ、言葉に力がある人たちじゃん。うん、なんか説得力もあるし、いや、この対談は超面白いじゃんと思ってさ。そうだね。なんかさ、 そタイプも似てるっていうかさ、だから共鳴しちゃうんだと思うけど、なんか我々社長よりもさ、ちゃんみなさんのことの方がまだちょっと知らないことも多いじゃん。けどなんかその女版スカイハイみたいな、ちょっとそういう言い方ももしかしたらナンセンスかもしれんけど、なんか社長みたいな強い方がさ、すご女性バージョンでいて、その二人が話してるっていうのがなんかいいよね。うん、ねえ、思った。でもなんかしかもさ、それはさ、 その、強くなってきたみたいな。ならざるを得なくて強くなったみたいなタイプの。うん、二人だからこそ、なんかいいよね。そのさ、恵まれて恵まれて、なんか才能みたいなの。まあ好きなんだけど、全然好きなんだけど、うん、なんか、例えばチャーミナさんがさ、なんか、何を求めてるかっていうのでさ、 覚悟って言ったのがすごい。やっぱそういうのをくぐり抜けてきた人のあれなんかなと思って。うん、で、なんか、そのデビュー後になんかあっても、わかるよ、ガールズみたいなさ、<laughs> <laughs> I, ve, I s e e l you girls みたいなさ言ってたじゃん。うん。 なんかそういうこと言ってあげられると思うし、みたいな言ってて。いやなんか、やっぱちょっと、その、生優しいあれじゃなくて、すごくいいなと思ったんよね。うん、わかる。てか今、こだまりがさ、言ってあげられると思うしみたいな。それがなんかチャンミナガまし、チャンミナイズム返すそのしーっていう語尾に。<laughs> <laughs> リニー姫だしみたいな。<laughs> そう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 、あい,い、<laughs> 猫っぽい姫っぽいいよ、みたいな。<laughs> チャーミナさんのおかげでね、リンリン姫はね、チ畜ガールズもう行ったようなもんやからね、うん、マジで。いや、本当にそれよ、本当にそう。ねうん。あと、初めて知った事実でびっくりしたのが、多分他でもしかしたら語られてたのかもしれないけど、ね、僕が初めて知ったのは、その、チャーミナさんもガールズグループやりたかった人だったんだと思って。思った。だからそういうオーディション受けてたけど、 やっぱノーって言われてきたっていう人生、うん、そう。しかもやっぱその、レッスンとかも受けてたんだよね。だけど、そのやっぱダンスばっか特化しちゃう今の感じみたいなのに、ちょっと疑問を持ち始めて、やっぱ私は声を届けたい、歌を届けたいからっていうのにシフトチェンジしてたって言ってたけど。そう。あ、最初はうやっぱガールズグループ志望っていうか、まあそういう感じで進んでたんだね。うん。なんかさ、私もさ、そこまでやっぱ詳しくないけど、チャミヤさん確か韓国で活動しようとしてたんじゃなかったっけな。確か。あー そうなんだ。そうそうそう。だけどなんかちょうど日本で声かかったんかななんか縁があって活動して結局今こう日本でやってるっていう感じだったと思うんだけど。だからなんかガールズグループをさ、その韓国でやりたかったのか、韓国でソロでやりたかったのかちょっとわかんないけど、そう。なんかなるほどねと思ったね。なんか、だからガールズグループやりたいんだっていうさ。うん、ね、そうだね。うん だからそういうところもさ、ちょっと社長に似てないまあ、社長もグループはやってたけど、うん、やっぱそのボーイズグループみたいなところはさ、やっぱ社長も多分描いてたものはあったと思うから、うん、うん、やっぱそのなりたかった自分、そういうものをグループとして作るみたいな。ああ。あとさ、そう、ちゃんみなさんのさ、そのガーズグループのやつでさ、なんか、声が今の、このなんか、そのよしよしとかじゃなく、 やっぱダンスに特化してるガールズグループが日本だと多くて、その声がやっぱりこう誰が歌ってるかちょっと MV だとよくわかんないみたいなさ、言ってたじゃん。うん、ちょっとわかるなみたいな。うんうん、なんか、確かに声は弱いよね。その発声からして弱ーっていう時とか結構あるじゃん。ゃね、弱ーみたいな。<laughs> 個性ってよりか調和みたいな、なんかその、 ねうん、うん、ちょっと肩にはめちゃうみたいなとこあるよね。そうだね。で、ソロで歌ったとしても、やっぱり、声の力があるかっていうと、その、ある人ない人やっぱ分かれるよね。うん、その、そね、全員があるわけじゃないっていうか。うん。うん。でもさ、なんか、ごめん。これちょっと関係ないかもしれんけど、でもなんか、例えば、 他の人からしたら一緒に感じたかもしれないけど、なんか AKB のやっぱ超絶頂の時って言っても声特徴あるなと思うんで、ね。うんうん。ああ、わかるよわかるよ。るよめっちゃわかるやろ、それ。聞いたウさんなら絶対わかると思う。わかる。結構個性派揃いな声の粒揃いっていうか結構いっぱいいたよね。うん。そう、で、 だから、あ、この子、このさ、例えばユニゾンでさ、何人かで歌ってたとしても、この人の声がめっちゃ聞こえるなとか全然あるんだけど、うん、確かにそのさ、前世紀はそうだったけど、行くか、どんどんやっぱ年月経っていけば、ちょっとなんか、誰が誰かあんまわかんない、その、感じはあるなと思って、うん、まあ一般的には AKB 全部一緒に聞こえるって思うかもしれんけど、なんか売れてるグループって結局声が目立つんかなって思ったりもしたんよね。あー、そうだね。いやーなんかそれわかる気がする。ね。 うん。うん。その売れる楽曲とかさ、例えば。そうだね。うーん。うーん。 だってやっぱその声に特徴があると、まあ安もそうだけど、当て書きしたくなるっていうかさ、そのなんかその声の曲を作りたくなったりする、うん、そ創作意欲をかき立てられたりするじゃん。うんうんう,ん、うん。だからいい相乗効果が生まれるもんね。やっぱ声があると。声がいいと。そう。そうそう。まあ、チャビンさんがちょっとそういうグループをどう見てたのかわからんけど、その絶頂期だろうが今だろうかわかんないけど、うん、そう AKB はでも意外とそうだなと思って、でも確かにそう思ったらやっぱ声は大切だなと思ってさ、なんか。うん。うーん 面白いしてんだなと思ったじゃん。その、あんまこう意識してなかった、う,ね、うん、とこだったから。うん、うん、確かに。もうなんか、人生がわかるみたいな、なんだっけ、人生が出る、その人の人生が出るって言ってるもんね、声にね。うん。だから、綺麗に歌わないでほしいみたいなさ。なんなら音楽別に習ってないほど、それ、うん、なんか、ね、出そうでいいみたいな感じじゃなかったじゃん。ね。確かに。なんか、いいね。 なんかそうやってめちゃくちゃさ、レッスンとか積んできて、なんかその技術的な面、詳しい子も面白いけど、何も知らない荒削りな子がバンって出るのもすごいいいよね。うん。いやーでもなんかさ、それさ、あれだね、ほんとさ、せめぎ合いじゃないなんか、その、そのさ、苦労して努力してきた子もめっちゃ評価されてほしいじゃん。やっぱり。わ、うん、かるわかる。うん。で、その子が本当にやりたい音楽をさ、奏でて、しかもいい響きでやってくれるのも見たいし、でも確かに、うん その荒削りでバーンって行くのもいいね。大夫？この丸が得意なほら、ガラスの仮面の北島真也さんと、<laughs> もう一人の方のやつみたいな、かんそう、あゆみさんか、そう、あゆみさんか、真也、うん、かみたいな。そう。そう永遠のライバル。そう。そう。なんかそういうのいいよね。いろんなパターンいていいと思うんだけど。そうそうそう。だから、くれない天女っていう、幻の作品を、<laughs> 誰が主役やるんだいってい話だから。ガラスの仮面は。<laughs> どっちなんだいっつって。<laughs> どっちなんだい。でもそれはまだわからないっていうとこなんだから。あ、そうなんそこまだ書かれてないんけ。書かれてない。あ、ま、待って。すごい気になるじゃん。<laughs> 年月経って急にスマホとか出てくるようになるね。<laughs> 携帯とか。<笑><笑>びっくりみたいな。時代が。<laughs> 時代が。<laughs> ま、そう。ますみさんなんかすごい携帯持ってんじゃんみたいな。ますみさんっていうなんかこう、社長みたいな人が。<laughs> そうなんだ。けど、その、天には、天にはまだ描かれてないんだね。まだ描かれてない。まだ描かれてない。時代だけが本当も進んできてね。ちょっとね <laughs> すごいね。<laughs> <laughs> てか、そもそもさ、今回のこのスペシャルトークがさ、なんでこのタイミングなんだろうって思ったんだけど、そういえばさ、この応募期間、ノー n ー g i r のオーディションのエントリー期間が1月31日までなんだよね。おー。 そう。だから、まあ、この動画出す日が、まあ、締め切りだから、なんか今迷ってるかも、間に合うよ、みたいな。ねえ。マジでさ、これ見てさ、応募する子と,とかはいそうじゃないいると思う。多分すごい迷ってて、どうしようどうしよう、みたいな。うん。で、これで、最後背中を押してもらえた、みたいな、あるんかもしれんね。 そうだね。しかも、こういうの求めてたっていう気づきでさ、なんかこう、ビリビリみたいなさ、なんかこう、感電したかのように。わ、うん、かるだからヘレン・ケラーがさ、水触った時に、マヤはどう表現すんのみたいなとこあった。あ、ごめん、またガラスの壁なかガラスの壁に繋がりだった。<laughs> <laughs> 感電したかのように、うわータたーみたいになるときあるんで、ね。だからそういう表現もあるし、<laughs> ウォーーみたいな。そうそうそう。うわ、ん、ータたーみたいになるときもあるんで。これが水みたいな。そうだ、感電した感じでさ、<laughs> びっくりするかもしれんよ。そっかそっか。確かに。うん、そうだね。だから本当にさ、その、チャンミナさんが結構さ、自分の境遇も結構詳しく話してくれたじゃん。その、ま、ガールズグループの経緯だったりとか、ま、ダンスがどうこうっていうくだりもあったけど、本当にそういう子がもしかしたら悩んでて、 私もちょっとレッスン受けてたけど、すごいダンスに特化してて、ダンスそこまで、私は歌がやりたいのに、でも今の時代はダンスに特化してるグループが多くて、みたいな、本当に同じさ、なんかリンクする人とかもいそうだよね。うん。わかる。本当ここしかないみたいなね。そういうこういそう。うん。うん。うん まさしく本当最初のザストの時に応募した子たち、応募してきた子たちみたいなさ、うん、女の子たちバージョンでね、いるかもしれんよね、本当に。うん,うん。しかもさ、なんか、いつかやりたいよねって言ったけど、え、今なんじゃないみたいな社長のさ、の今かな、うん、みたいなやつも面白かったね。そう。なんかそういう、そういう、それこそ本当それも関連と。だからその、そういう BBB もさ、多分、あっとるんよ。ウォーターつって、ウォーターって <laughs> 知らねえねえないよ、元ネタ。<laughs> <laughs> ガラスの壁見た人だけすごいあれやーってなるよ <laughs>。<laughs> マジか。そう。なんかそういうさ、あれ今じゃないみたいな、そういう感覚って、多分社長ってめちゃくちゃ鋭いと思うし、多分今ないんよ。言っとるから、社長が言ってるから。<ー>うん、そうだね。てか、なんか今ならまだ間に合うまであるね。その、 なんていうの先に誰かやっちゃうと、ちょっとまたさ、ね、なんか、うん。最初にやるからいいじゃん、やっぱり。そうそう。なんかこういうのってちょっと早いんじゃないかなぐらいがちょうどよかったりするから。うん。そうそうそう。そうそう。めちゃくちゃいいと思う。ちょっとマジうん。いい感じになんか、広がると思う。ね。しかもさ、なんか、社長が、その、 やっぱ元気感がある人にやってほしい。うん、こういうオーディションもしやるとしたら、その元気感ある人にやってほしい。まあ、それがまさにチャーミナーみたいな感じだったじゃん。なんか、それもさ、すごい面白くないやっぱ大人がいるとなんか、なんか大人の人が来ても誰も入ってこないみたいな。なんか、うん、チャーミナーが今やるよって言ったら、その、来てくれる子は、俺がやっても来ない だからそれ、だからあれだよね。だから、結局、社長がやっても来ないんじゃないか。やっぱ、その、応募してる年代の子に近い、本当に活躍してる、社長も活躍してるけどね。そう。ちゃ、うん皆さんだからこそみたいなのがいいっていうさ、言い方だったもんね。そうだね。やっぱり、元気感のある。なんかさ、その、また日プガールズの話しちゃうけど、その日プガールズのさ、その、ステージの審査の時にさ、チャんミなさんがゲストでさ、ちょっといらっしゃったじゃん。あの、ラップチームの2人組のところに、うんうん、先生で。 ね、その美人組の3人もそうだったけど、他のさ、他の参加者の子たちも、ちゃんみなさんがさ、その、廊下歩いて登場されただけでも、キャーの連続、もうキャーのオンパレードだったじゃん。うんうん、うん、うん。だからさ、その、多分、本当にあの世代の子たち、しかもそういう感度が高いっていうか、その、ガールズグループやりたいとか、そういう子たち、ラップとかに、幸性のある子たちには、本当チちゃんみなさんってすごい人材だったんだろうなって、確かに。ああいう描写見ても思うよね、でも。思った。あっ。 こ、なんだろう、うみんな知ってる。結構知ってる方が多そうだったもんね。うん、明らかに。そう,そう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 。そう本当に、マジで興奮しとる人多かったからさ。いや、だってさ、そのガチファンの子とかもやっぱ、普通にいたじゃん。<laughs> そ,うそ,うその別に来ますとか告知なく、うん、なんかグッズ持ってきてて、うん、持ってきてたんですみたいなさ、子とかやっぱいたじゃん。ね、なんか願掛けでを、うん、ね、願掛けで持ってましたみたいないたもんね。そうそうそう。そう、Z 世代にみたいな付け合い。わゆる。いや、そうそうそう。だから Z 世代にち。ちらが。ちゃんださん。 うちらが増えての、<laughs> Z 世代に刺さる。<laughs> そう、うちら。そう、うちらちょっとまだわ、あんまり、あ、わからん。その、TikTok がちょっとよくわからんからさ。別 <laughs> に Z 世代全員が TikTok あれかわからんけど、<laughs> まなんか、うん、うん。あ、なるほどなって思ったよね。本当に時代の、うん、本当に時代にフィットした方なんだろうね。うん、じゃあ皆さんがね。そうだね。いや、めちゃくちゃいい。確かに本当にいい、うん、適任だよね。 うん。でも逆に、チャーミンーさんいなかったら怖いまであるね。その、誰が似ないんって思わない。こういうの、もし他にやる人が、そうそうそう、チャーミンさんいなかったとしたら、まあ、いるんだけど、もしそうそうそう、チャーミンさんじゃなかったらとか、ね、なんか、うん。ソロでやってる人がさ、あんまいるイメージないじゃん。そうだね。いや、それこそも本当にもう、まあ、ガールズグループの時代でだからだよね。うん。うん。確かに。ええー。 すごいね。よかったね。ちゃんみなさんいてくれてありがとうだね。そうそう。で、みっくんとさ、みなの中でよかったよね、マジで。<laughs> ああ、確かに、確かに。でも本当にさ、そのザストを立ち上げた、ザストをやろうって立ち上げた社長もそうだよね、やっぱり。その、その、リアルタイムでその時は終えてなかったけど、やっぱそういう存在、社長もそういう存在だったわけだし、ボーイズ版の。うん、うん、うん。いやー、すごいいいね。え、いいね。うん。 あとさ、まあ、当たり前じゃ当たり前なんだけどさ、やっぱちゃんみなさんがさ、楽曲作るじゃん。うん、で、その自分がなりたかったけどなれなかったガールズグループ、私がガールズグループだったらっていうのを多分楽曲に反映させるじゃん。うん。だからちゃんみなさんも楽しみって言ってるけど、それめっちゃ楽しみだよね。ねえ。ちゃんみなさんの私知ってる曲がすっごいパンチ効いてる曲だったから、衝撃的だったんだけど、うん、てか MV が衝撃的だったんで、ね、そのもちろん声もすごいし、うん、ちゃんみなさんって。 でそのガールズグループってなった時に、そうなんか、どんな風になるのか結構イメージ私できなくて。うん,うんうん。しかもそれがさ、それがさ、どういうさ、ムーブメントになるのかもさ、込みでさ、楽しみだよね。楽しみ。ちょっと未知数なとこあるもんね。その前例がそこまでないっていうかさ、うん。うん、ない。うん。ね、そうなん。 だからさ、自分がご自身が作られてる曲はさ、やっぱソロでやってるから、まあ、そのグループとなるとまたね、テイストとか、ね、また違うガールズグループっぽくするのかもしれないし。うん。でもなんかさ、結局さ、思うんだけどさ、売れてる人たちって曲めっちゃ良くないやっぱり。いや、そう。マジでそう。だから結局曲な気がするね。うん。そうなん。結局楽曲ありきだから。しかもその楽曲がさ、なんか、 結構さ、意外と尖ってても日本って意外となんか、う、急に売れたりするじゃん。<laughs> なんか、あ、この感じ受け入れられるんだみたいなさ、時たまにあるじゃん。そうだね。みんなさ、その、保険かけてやんないだけで、やったら意外と受け入れられるみたいなのがあるよね。そうで、うん、音楽的になんか、その、 音楽めっちゃ好きな人が聞いて、あ、いいってなるやつって大体なんか、例えばさ、一時期 EDM とかさ、そういうさ、クラブっぽいやつ流行った時の3代目の流星とかそういう感じじゃん。ああ<ー>、いい感じにちょっと消化してね、こっち側にね。そうそうそう。あれとか結構、会話で衝撃的な雰囲気あったんよ。なんか、ああいう感じになったら面白そうだな、みたいな。ああ、わかる。そうだね。 確かに確かにこのエッセンスこういうふうに取り入れたんだみたいなそう、うん、でも今の時代このエッセンス取り入れたんだぐらいじゃもうダメないニュー児僧だからだ、ね、いや分かる分かる <laughs> いやそうなんよねこのエッセンスだでいかんとダメないかいかんにゃいけんねもうがっちりこればいいよねいうんそうそうそうだからそうなるんかもしれんねそういう皆さんの作るグループは、うん、そうだねで以上でね今回は BMSG の ガールズグループオーディション、ノーノーガールズのスペシャルトークがね、YouTube で公開されたので、そちらの話をしてたんだけど、いや、もうさ、社長もチャンミナさんもその言葉が強くて、めちゃくちゃさ、インタビューがトークが面白かったよね。ねあとさ、ちょっとやっぱコメント見てたらさ、やっぱ日プ女子の方にさ、入ってほしいみたいなのチラホラ見るんねそ。それマジでさ、どうなんかね、半年縛り本当にやるんだとしたらマジラポーネ微妙じゃんと思ったんだけど、そうだね。<laughs> いや、意外とないと思うんだけどな。どうだろう。ねえ、どうなんかね。あるんだったら声上げてまで破った方がいいよって思うよね。マジで。うん。だってそんなさ、半年も縛るさ、あれなくないなんかそんな。大事な半年をさ、アーティスト目指してる子なんか、特に。そうそう。で、しかも昨今はそういうのさ、もう、ねえ、ちょっと時代遅れみたいなとこあるじゃん。昔、吉本2年縛りあったもんね、年比ね。いや、そう、卒業してさ、2年間出れんかったもんね。2年間マジで出れんかったから、あれ急にね、なくなったけど、そういうの。 ののあれだってなっててななさ、ううううん、うんどうなんかねね。そういうの、ねね、ちょっといざ蓋を開けたら多分まあ、夏から番組だからまあ、夏前ぐらいからちょっとそういう情報出るのかね誰が出るとかさうん、うん、そうだねまだからさ「ノ o ノ o g o r l の次の情報が楽しみだよねそうだね <music>